エレキギターパシフィカとレブスターを比べてみるぞ。今回のメニューはこのようになっておるぞ。パシフィカは1990年に発表されたヤマハのロングセラーモデルのエレキギターじゃ。オーソドックスなボルトオン構造のギターなんじゃが、工夫されたピックアップ配列やコイルタップスイッチによって多くの音楽ジャンルにマッチする多彩な音色が出るんじゃ。ナット幅が少し狭く握りやすいネックは高いプレイアビリティを実現しておる。オリジナルのボディシェイプにエスカッションマウントされたリアハムバッカー、ピックガードデザインなどもクールで、ルックスも個性的なギターじゃ。まあわしもな、パシフィカは今までいろいろと弾いてきたので、これらの動画も参考にしてくれると嬉しいぞ。レブスターはヤマハギター発売50周年の節目である2016年に発売されたエレキギターのモデルじゃ。各モデルごとにコンセプトを持ち、そのコンセプトにマッチするように開発されたオリジナルピックアップがマウントされておる。新開発のセットネックジョイントはハイポジションの自然な演奏性を得ながら高い剛性も実現しておるんじゃ。ヤマハの過去の人気モデルを彷彿とさせるボディシェイプに、さらに次の時代へ駆け抜けるようなスピード感をプラスしたデザインのギターなんじゃよ。では今からパシフィカとレブスターの比較をしようと思うんじゃが、今回使用するギターはこちら、この4機種じゃ。パシフィカ 112V はパシフィカのエントリーモデルでありながらも、パシフィカの魅力をすべて詰め込んだギターで、 112VM は 112V のメイプル指板モデルとなっておる。 RS420 はレブスターの中では低価格帯のモデルではあるが、アルニコ5マグネットのピックアップに低音をカットするドライスイッチも搭載、バックコンター加工もされておるモデルじゃ。 RS320 はセラミックマグネットを使用したゲイン感のあるピックアップがマウントされていて、スペック類はよりシンプルなレブスターじゃ。それではサウンドの方を聞いてほしいんじゃが、まずはリアピックアップから。リアピックアップはどれもハムバッカーで共通しておるが、パシフィカ 112V と 112VM はアルニコ5マグネットのピックアップで、2機種ともに同じピックアップじゃ。 RS420 はアルニコ5マグネットのピックアップでカバードになっておるのも特徴的かな。 RS320 はセラミックマグネットのピックアップとなっておる。歪み始めるニュアンスを感じれるクランチサウンドとロックなハイゲインサウンドで弾いてみるので聞いておくれ。パシフィカの2本は同じピックアップとあって、まあ、ほぼ違いを感じることはなかったかの。まあ、あえて言うなら 112V の方が、まあ、ほんの少し柔らかく感じたんじゃが、まあ、これは指板材の違いであったり、まあ、わしの弾き方だったり、楽器の個体差などが関係してくるのかなといった印象で、まあ、2本とも方向性としては同じと捉えて良いと思うぞ。
そしてクランチサウンドではパシフィカには分離感の良さを感じたわい。まあ、それに比べると少し厚みがありウォームな印象の RS420、 そして RS320 はよりラウドでいい感じの暴れ具合なサウンドかなと思ったぞ。次にハイゲインサウンドでは結構個性出たかなという印象で、こうバランスよく軽快なイメージのパシフィカ RS420 は中域に飽和感のある太めのサウンド、そして RS320 はこう太いがよりダイナミックで現代的なドライブサウンドにも合うキャラクターなのかなとわしは感じたぞ。続いてはリアのハムバッカーによるパシフィカ 112V のコイルタップサウンドと RS420 のドライスイッチによるローカットサウンドを比べてみようと。パシフィカ 112V、112VM ともにトーンノブを引き上げるとリアハムバッカーのコイルタップ、まあハムバッカーの片方だけ出力されるようになるんじゃ。RS420 はトーンノブを引き上げるとドライスイッチと呼ばれるローカットフィルターが働き、ノイズレスでパワフルなハムバッカー構造のまま自然に低音域をカット、まあ、すっきりとした明るい音色になるんじゃ。それではコイルタップサウンドとドライスイッチサウンド比べてみるのでチェックお願いします。まずパシフィカのコイルタップしたサウンドじゃが、構造上はシングルコイルになるので、シングルコイルのキャラクターでよりガランと軽い印象、それに比べるとレブスターのドライスイッチオンのサウンドはハムバッカーの延長線上にあるサウンドだということは分かりやすく、中低域の飽和感が少しすっきりはするがボリューム感は残っておるという印象、ドライブサウンドにおいては出力そのものが下がるタップサウンドとローカットするドライスイッチオンのサウンドでは同じアンプのセッティングでも歪み方からまず違うので面白い比較になったと思うぞ。続いてはフロントピックアップ。こちらは見ての通りパシフィカにはシングルコイルピックアップ、レブスターにはハムバッカーとタイプの違うピックアップがマウントされておる。パシフィカ 112V と112VM は同じシングルコイルのピックアップ、 RS420 はアルニコ5のカバードハムバッカー、 RS320 はセラミックマグネットのハムバッカーじゃ。こちらはクリーンサウンドとドライブサウンドで弾いてみるので聞いておくれ。これぶっちゃけパシフィカの2本はリアの時以上に違いが分からなかったわい、まあ、どちらも抜けの良いきらびやかなサウンドかな。
それに比べて RS420、RS320 じゃが、まずパシフィカはフロントシングル、レブスターはどちらもフロントハムバッカーなので、そもそもの音色の傾向が違うと思うんじゃな。その上で RS420 は太く落ち着きのあるサウンドで、こうセクシーなクリーンサウンドだと感じたし、 RS320 はハムバッカーの太さはありつつワイルドで抜けるドライブサウンドも出力してくれるのかなとわしは感じたぞ。そしてパシフィカ 112V のフロントシングルのサウンドと RS420 のドライスイッチをオンにしたフロントハムバッカーのサウンドも比べてみるぞ。 RS420 のドライスイッチは全てのピックアップに働くので、 3way のピックアップセレクターでありながらも多彩な音色が出るんじゃ。ここフロントピックアップのサウンドも、とこのように変化する。それでは2つのサウンド比べてみるので聞いておくれ。パシフィカのシングルコイルの軽快なサウンドに比べると、やはり RS420 のドライスイッチオンのサウンドはハムバッカーの延長線上にあるサウンドであること、これ感じやすいと思うんじゃな。じゃが例えばブラッシングの重すぎないフィールや飽和感はあるが弦の輪郭も感じることのできるドライブサウンドっていうのはね、このドライスイッチならではのニュアンスなのかなと。何よりオンとオフで出力差をほとんど感じないので、機材セッティングを変えることなく使えて、かなり実践的なスイッチだとわしは感じたぞ。続いては機能面を比べてみるぞ。まずはネックの握り心地。パシフィカ 112V、112VM はナット幅 41mm。スリムなので親指を出して握るようなフォームがとてもやりやすいわい。ネック自体は質量もあり安心感もあるし、サテンフィニッシュのサラサラなフィーリングはスムーズなポジション移動も可能にしているかなという印象じゃ。 RS420、 RS320 はナット幅 43mm、 パシフィカより幅はあるのじゃが、若干薄めのネックシェイプなので指を開くような単音のメロディープレイもやりやすいと感じたし、グロスフィニッシュの安定したグリップ感はこう親指を裏に置いたプレイにも有効なので、こうテクニカルなプレイにも合うなと感じたんじゃよ。弾き心地としてはパシフィカ 112V、 112VM は軽めのボディとロングスケールからなる歯切れよく軽快な印象で、レンジ広く鳴らすプレイが気持ちよく感じたわい。指に伝わる元気で弾けるような響きというかな。そしてアームがあるのも特徴じゃ。 RS420、 RS320 は少し重量感のあるボディとミディアムスケールからなっていて、音に余韻もありムーディーな印象、ピッキングを繊細にコントロールしながらメロディーメイクすると気持ちよかったかな。押さえる指の細かいニュアンスも弦に伝わるようなイメージじゃ。そして今回はこのレブスター2機種についても比べてみようと思うんじゃ。というのもな、このヤマハのレブスターはモデルごとに個性が強くあって、それぞれにストーリーを感じるような楽器だからじゃ。 RS420 と RS320 のスペック的な違いとしてはこんな感じかな。まずは RS420、 早速サウンドの方チェックしておくれ。
RS420、 メイプルトップマホガニーバックのボディにカバードのハムバッカーとボディバインディングという伝統的なデザインじゃが、バックコンターがあるので体へのフィット感は抜群。少し高めに楽器を構えたいソリストにも合うかなとわしは感じたぞ。このモデルのためのオリジナルピックアップはミドル感のある太い印象で、ウォームなクリーントーンからハードなドライブサウンドまでしっかりとした存在感を感じたぞ。そしてこのドライスイッチを使えば自然なローカットサウンドになって、このコイルタップとはまた違うハムノイズはキャンセルされたまま、少しすっきりと明るい音色っていうのを出力することもできるんじゃよ。続いては RS320、 こちらもサウンドチェックお願いします。RS320、 ピックアップカバーのないオープンタイプのハムバッカーにバックコンターのないソリッドカラーのボディはとても硬派な印象じゃない、うん、オリジナルのピックアップにはセラミックマグネットが採用されておって、パワーも十分にあり、ハイゲインサウンドにもマッチ、そしてかつ抜けも良いというね、これよりロックなギターにマッチするんじゃないかとわしは感じたんだよ。ガチャ、うん、今回ヤマハのパシフィカとレブスターを比べてみたわけじゃが、まあ、両者の個性の違い感じることができましたっていう人がいたら、わしはとっても嬉しいぞ。うん。最後に完全わし的視点でパシフィカとレブスターそれぞれこんな人におすすめっていうのを言うとするならば、パシフィカ 112V とパシフィカ 112VM はストローク、カッティングなど、まあ、キレのあるリズムギターもしつつ、アームを使ったプレイもしたい、うん、こう幅広い音色、音楽性も視野に入れたプレイをしたいっていう人におすすめで、ローズ指板が好みなら 112V、 メイプル指板が好みなら 112VM といった感じで、 RS420 は存在感のある音色のクリーンからドライブサウンドでリードプレイをしたい。こうロックも弾きたいが、時々おしゃれにもプレイしたい。うん。こうジャジーでソウルフルなリズムギターも弾きたい。まあ、これはドライスイッチが相性いいからな。うん。まあ、かつ、少し高めにもギターを構えたいっていう人におすすめじゃ。RS320 はドライブサウンド中心でリフを弾きたい。ギター一人のバンドでも分厚く抜けの良いロックサウンドを奏でたい。けどテクニカルなプレイにも対応できるプレイアビリティも求めたいという人におすすめかの。ヤマハのパシフィカとレブスター、今回紹介していない上位グレードのモデルも含めて、ヤマハのアイデアと技術が詰まった素晴らしい楽器なので、興味ある人はぜひ一度実物を触って感じてくれ。よし、じゃあまたの。